築地市場の移転先である豊洲市場の地下部分で盛り土が行われていなかった問題で、小池都知事が緊急会見し、安全性について専門家の判断を仰ぐと話しました。これまでの情報公開など説明してきたのと事実は違うと、ここで訂正をまずさせていただきたいと思います。豊洲市場をめぐっては有害物質が検出されたため、東京都は地下2メートル分の土壌を入れ替え、その上に 2.5 メートルの盛り土をしたと説明していました。しかし実際は水産卸売場棟など5つの建物の地下部分は空間となっていて、盛り土は行われていませんでした。この専門家の会議として、これで安全なのかどうかっていうのをもう一度聞いてみないといけないと。小池知事は都の説明が間違っていたことを認め、安全性について専門家の判断が必要だとしました。空間は配管や排水設備のためのもので、コンクリートの床は厚さが40センチ前後あり、地下部分と遮断されているため、都としては当初安全性に問題はないと認識していたということです。